はい、どうもこんにちは、ヒカルです。横八通新内、攻略実況をやっていきたいと思います。今回なんですが、上級海魔の一人、確か何回かな何回をゲットしに行こうと思います。4体目ですね。僕今3体ゲットしてるんで、海魔。4体目の3、海魔。で、場所なんですが、影村委員の、この、ここでセーブしておきましょう。ここの、キュッピーでね。で、一回外出ます。そして、この、こっちから登っていく感じ。で、この3階にいます。このこっちから登ったところの。このツタですね。いました。何階？ほうほう、懐かしい顔じゃな。60年ぶりの再会というわけか。なんか実は俺たち、生まれ変わった奪われ様に頼まれ上級カマで助けて回っとるんじゃろ？なんで知ってるの？ほうほうほう、この程度朝飯前じゃ。奪われ様とわしら上級カマ見えない人で繋がれてるようなもんじゃからな。さすが、カイマジの知恵は、何でも知ってるんですね。しかし、あのおばあの様がわしらのこと、ふむ時代も変わったもんじゃ。さて、お主らよ、わしの話でも聞いていかんか？おすめら8、行きましょう。うんよ。お主らはわしら上級カイマたちがどうやって生まれたか知っておるか？もう知っとるかな、これ。知っとる、知っとる。疑いは大きくなるばかり。その時の疑いが形の手を、このわしが生まれた。ウバウンをはじめ、わしは多くの研究を行った。ウバウン？すべてはウバウネ様のためにな。ねえ、なんかい。だったら俺と友達にならない？難しいこと言う子じゃな。わしはカイマ、おぬしは人間、友達契約ができるはずが、いや待てよ。逆にそれも面白いかもしれんな。妖怪の人間は戦わなく友情を育み、友達契約を結ぶ。同じようにカイマと人間においても、友達契約が成り立つのか否か。これこそわしが次に取り組むべき実験テーマにちょうどいいかもしれん。わしの知識によると、友情の第一歩はお互いよく知ること。勝手に話を進められましても、まずはバトルを通して、おしたてのことを知るとしよう。って聞いちゃいねえ。で、では準備ができ次第、わしにかかってくるがよい。いきますか。万年じゃ、できました。OK でいいっす。では早速実験を始めるとしようかの。何回？ちょっと待て。もし俺たちが勝ったら、本当に俺と友達になってくれるんだよね。それはお主らの働き次第じゃ。さあ実験を始めるぞい。頑張るぞい。好物なんやろこいつ。おでん。闇キュービと一緒おでんか。俺おでん持ってないんやって、ちゃんとしたおでん。高いやつ。もう柔らか牛すじ行くしかないやろ。行ってこい。いっ。フローン。取り付けやばい。ははは。うほほほほ。オッケー。どうげ。つまらんわい。ガッツ結構強いな。あはは。グフォー。この結構ね、闇ワロの取り付き強いんですよ。お、マジで。250食らいますからね。で、2回取り付くと、HP400 くらい減っていくね、1回で。オッケー、400ダメージ。これめっちゃ強い。だから闇マロ持ってるとかなり楽に戦闘進めれますね。取り付きが強いんで、こいつは。オッケー、もう勝った。闇マロ強し。400ダメージでかいな、一発で。やってて。運命の指輪？おっしゃ、一発ゲット！まさかのおでんで一発ゲット！やばい。調子いいぞ。調子いいぞ、これ。いやー、おでん持ってないからどうしようかもだけど、倒した何回か近づいてきた。いいね。お主の力は何回じゃの。そばで観察させるのじゃ。何回ともしなりますか？なります。ありがとう。何回何回。結構かっこいいな、これ。いえ、もうつけませんよ。もうここら辺はもうその名も名前でいきたいから、ね、オッケー、ラスト1匹ですね。破壊。あとはこの上級海魔の幹部というか、一番トップですね。なんか俺たちの勝ちだよね。ふむ、お主たちの強さは本物。こうなってはもう認めるしかあるまい。お、ではこれで、お友達契約、成立ですね。ふむ、こんなことは初めてじゃ。いつの間にかわしもお主たちと戦うのが楽しくなっておった。一体何が原因なのか全く難解じゃわい。ふふふ。それが言うというものです。人間の海魔はお友達になれるのか、その実験は大成功みたいですね。何回これからよろしくね。やれやれ、まさか上級海魔のわしが人間と友達になるか来ようとは、じゃが不思議と悪い気はせんな。
いやー最高、俺も悪気せえへんで全然。ウィスウィス、オッケー、ボーナスチャンス。シュバババババ、だ。つら、つら代わりつら。さて見ましょうか。蒸気開門4体目の難解。妖力タイプですねやっぱり。素晴らしい妖力高い。で、HP、まあ力守りは普通ぐらい。でスキルこれは結構いいと思うんですよね。敵全員がサボりやすくなるというね。木魚のリズム。これはかなり使える、多分、スキル。で、嵐の術80で。ほー、何回乗る。で、結構、これは俺結構強いと思うけど、妖術も強いし、んで、まあ、必殺技取り付くもかなり強いと思うんで、これは結構使える。まあ、装備品が付けれないんでね、まあ、なかなか使いづらいかとは思うんですけど、カイマの中では強いんじゃないかと思います。まあ、見ましょうか、じゃあ。見ましょう、見ましょう。カイマの幹部の一人、難しい言葉を使って戸惑わせようとする。持っている知識がカイマナンバーワン、いやらしさナンバーワン、美しさナンバーワン、カイマナンバーワン、パワー。じゃあこいつ何ナンバーワンだよ。よくわからんな。じゃあ聞きますか。じゃあラスト、もうおなじみとなりました、恒例あの最高の歌を聞きましょう。みんなでご唱和ください。行ってこい、ロボット召喚の構え。カイマカイマ呼んだカイマ本当カイマヨッホー、カイマカイマ呼んだカイマ本当カイマフー。ええな、 CM になんかありそうやもんね。何回何回、結構声がかっこいいねこの何回は。はい。というわけで、とりあえず今回は、上級開幕のうち一人、難解をゲットしました。次はラスト、破壊ですね。上級開幕のラスト。幹部の中でも最強と言われる破壊を、ゲットしに行きたいと思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。